すいません、尼崎から電車を乗り継いで約6時間以上ということでですね、そんな物好きがいるのか、ここにいます、スミノフです。今宮島口にまでやってきたんですね。広島県です。ですので、ここで宮島に渡ってすぐ戻ってきて、そこから広島市内を散策して帰りたいと思います。それではよろしくお願いいたします。いや、広島ですよ、本当にね。ちゃんと正真正銘宮島口って書いてますからね。素晴らしいとこまで来たなという風な感じです。いや本当にね、でもそそくさと帰りますからね。本当にあの電車の時間がもう3時か4時ぐらいにはもう広島出ないと、最悪18時ぐらいまでは行けるらしいんですけど、日付が変わっちゃうんでね。いや、確かあの大阪近郊終電まで有効だったはずなんですけど、まあ年には年の押しで、私はですね早めに帰りたいということになります。乗り換えが少ない便で帰りたいんでね。お、なんか来た？青春18切符です。さあ、こちらがね JR 宮島口駅ですね。立派な駅舎ですね。ここから歩いて宮島に行きましょう。ちなみにこのアートは宮島工業高等学校の、ね、方が描いたアートだそうです。大変素晴らしいものです。宮島行きのフェリーは松田行き線と JR 宮島フェリーの2つです。青春18切符で利用できるのは JR の宮島フェリーです。松田行き線は、ね、広島電鉄系列のフェリーということで、ね、この2つの、フェリーがですね、競い合っているということです。先ほども申し上げました通り、JR 宮島フェリーですとこの、青春18切符が使えます。松田駅線の方はね150円だったかな、払えば乗れるんですけど、まあこれで行けるならばこれで行きましょう。私あの松田駅線の方は乗ったことがありません。いつも JR でこの切符でお世話になっているからです。じゃあ宮島に行きましょうかね。外鳥に最接近ということで、鳥に近い側をね通るのでね、魅力の一つとも言えるでしょう。別にねこの切符がありますので切符を買い直す必要はありません。このまま
進んでいくということです。いやありがたいね、あの切符売り場並ぶのめんどくさいからね。これが青春18切符の特権とも言えるでしょう。まあ、これこの切符買ったらね、広島行った方がいいっすよね。実はこの松田駅線と JR 宮島フェリー、この2つはね、料金は同額で所要時間にも大きな違いはありません。しかしこの運行ルートには違いがありまして、そこが大きなポイントになってきます。宮島の鳥居の側を通るかどうかが大きなポイントになっておりまして、 JR フェリーは少し大回りをして厳島神社の大通りの近くを通ってくれることになっています。この時は海の上から厳島神社を写真に収める絶好のポイントになりますので、観光で宮島に訪れる人は JR フェリーをおすすめしています。青春18切符ではね、その切符内に客室内はこんな感じ、長いベンチ状の椅子がねたくさん並んでいましてね、いろんな人がねたくさん乗れるような配慮がなされています。向こうには岩国の、工業地帯でしょうか、煙が上がっていますけども、向こうはもう山口県に入るようなそんなようなところではないでしょうか。おそらく岩国だと思うんですけどね。松田駅線の船が先に出ていきました。本当にねたくさんの人を乗せておりますけど、宮島っていうところは本当にこの船がピストン輸送してでもいろんな人が行き交ってるんだなとしみじみ実感しておりました。日本人をはじめさまざまな外国人がね、たくさん宮島に向かわれているということで、この船にもね外国人の方たくさん乗っておりました。JR フェリーは松田駅線に遅れてゆっくりと、出港していきましたけども、本当に出港するときはね、船独特のゆっくりな出港というか、このね、桟橋から離れていくシーンがたまらなく魅力的だと思っております。この出港と同時に正面に目をやりますと、 JR 西日本の宮島フェリーがもうこっちにやってきてる、これはぶつかるんじゃないのかというぐらいまで接近してきます。本当に3隻の船がねこう行ったり来たりとピストン輸送を行って、時刻表はね10分おきに出港ということになっておりますが、もはや時刻表はね、関係ないようなそれぐらいの、頻度で運航されておりました。横をね見るのは、これは宮島の名産牡蠣です。あの牡蠣の養殖場ですね。この生けすの下にあの生牡蠣がいっぱい詰まってるんですよね。もう牡蠣は美味しくてですね、宮島は特にねプランクトンが豊富でありまして、身が大きいのが特徴です。生牡蠣というものはですね、広島の名産でもありますけども、本当に瀬戸内ではねいろんなところで養殖がなされている、そんなような、魚介類です。イカダのね生けすがすごい多いっていうことはね、この辺は牡蠣がもうプリ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 あるんでしょうね。奥にはこの、山口県との県境の山々が見えてきました。そして、進行方向には大鳥居が見えてきました。奥には厳島神社が見えております。世界遺産です。そのような、宮島、いろんな水族館もありましてですね、たくさんの楽しみ方があるということです。JR 西日本宮島フェリーは大鳥居を一番近く通ります。これほど美しいものはあるでしょうか。宮島の厳島神社を横に見ながら、西日本宮島フェリーはですね、ゆっくりと宮島桟橋に到着していきます。もうね宮島でね歩いてる人はね大量ですのでね、何か鳥居の下でね観光ツアーでもやってるんでしょうか。その、手漕ぎのね船がね今観光しているような、そのような、ところになっております。ああいうツアーもやってるようですね。たくさんの人が歩いていました。そしてこの船はまもなく宮島の桟橋に到着しようというところ。海が大変美しく、風は強いながらも比較的穏やかな波が、船の、この揺れをね、心地よくさせてくれるように感じました。先に到着の松田駅線はもう下船が始まっているようです。松田駅線の船は少し青く、下の方がねなっておるのが特徴。この辺りはですねもう本当にもう人が多いなという、さすが観光地宮島、世界遺産宮島というぐらいに、もうそれはもうたくさんの人がねもう船からでも、伺えます。乗ってきた船は七浦丸というね、廿日市でもみじマークが書かれて、これは新型の船なのかな、ちょっとなんか綺麗な船なような気がしましたけども、大変美しい船でした。宮島の桟橋に到着しました。宮島はねここから1時間ぐらいしかいませんが行きます。JR フェリーと松田駅線がね、到着するこのフェリーターミナルはですね、割としっかりした作りで観光地らしい玄関口となっていました。私もここで記念撮影をしておきます。宮島に到着しましてですね、今回乗ってきた船って新造船だったのかな、結構新しい船だったと思います。七浦丸とかねいうような船だと思いますけども、ここは宮島広島です。
いやー本当にね、ここまで来たかっていう、いや私もすぐに大阪の方にトンボ返りして、鹿がいるぞ、鹿がいる。なんかもう奈良公園の鹿より品が良さそうだ。ちゃいちゃい、そこのお兄さん。はい、何でしょう。宮島の正式名称をお答えください。え、宮島じゃないんですか。はい、正解は厳島と言います。松島、天の橋立と並び日本三景の一つとして知られる景勝地です。古代から島そのものが自然崇拝の対象だったとされ、平安時代末期以降は厳島神社の影響力の強さや海上交通の拠点としての重要性から、たびたび歴史の表舞台に登場しました。せっかくなんで、ちょっと厳島神社を外からでもね、撮影しておきましょうか。行こう。牡蠣食いたい。と私の話を遮らないでいただきたい。あ、美味しそう。牡蠣カレーパンでしたよ。住野さん、これ買うつもりですか。あ、買ってるし。島の新名物ということでね、牡蠣のカレーパンだそうです。中に牡蠣が入っているそうで、なかなか美味しそうですね。ちょっといただいてみましょう。私でもこれ知ってるんですよ。でも今回は初めてということね。スミノフチャンネルで初めてこうご紹介するということなんですけどね。一回食べたことあって相当美味しかったですよね、これ。じゃあいただきます。ずるいな。お味の方教えてください。美味しそうです。ご覧の通りね、牡蠣が中に入っておりましてね、牡蠣の出汁とエキスというかね、歯ごたえというか、それにカレーが合わさってね、まろやかなカレーでね、あんまり辛くはないですね。非常に美味しい、オイスターカレーというか中に入っておりまして、パンがね普通にふわっとしててね、これは美味しいですよ。宮島に来た際はね、ぜひどうぞ。400円ですよね。食べてみてください。私はこれ美味しいです。牡蠣ね、結構2個ぐらい入ってんじゃない、もっと入ってんな。これプリプリですよ。いっぱい入ってるわ。なんかめっちゃ美味しそうですね。スミノフさん曰くカレーがすっごく熱々で美味しかったとのことです。ではここで話を戻しまして、厳島と宮島の使い分けについてお教えします。厳島と宮島という呼び名の使い分けについては明確な決まりはありません。しかし観光の PR 上、読みやすさの漢字の使いやすさから宮島と選ぶことも多いという程度です。自治体としても1889年に町の制度が施行された時には厳島町であったのですが、戦後の1950年には宮島町に変更されるなど大きく揺れていました。一般的には学術的な文献や行政文書では厳島が多く使われ、観光地として指す時には宮島が多く使われる傾向にあります。ただし旅行ガイドブックによっては厳島とも書かれています。リラックマチョボーが2019年4月25日オープンするそうです。何か昔ながらの船と、奥は実習船でしょうかね、なんか見慣れない船が運航されていました。あの船は何なんでしょうか。スミノフさんはやっぱりあの船が気になる様子。しかしどことなく地中海に似たような、そんなような景色に見えなくもないような気がしましたけども、鹿が寝ていました。しかしながらこっちを見てくれることはありませんでした。鹿気持ちよさそうですね。しかしあの鳥居の写真が撮りたい。スミノフさんはそう思っていましたが、鹿と絡める。だがしかしこっちを向いてくれません。鳥居だけ仕方なく撮っておきました。ツーショットは無理なようです。以上ね、宮島の大鳥居を見ておりましてですね、私は今から牡蠣を食べても次の、フェリーに乗って帰ろうかなと。フェリー頻繁にピストン運行してるから何乗ってもいいんだよな、 JR フェリーであれば。なんとここではゲストのワンちゃんが車を運転していました。飛び入り参加のワンちゃん、映してもいいですか。いいですよ、ということで、ゲストで動画をね撮らせていただきました。生かしてるぞベイベー。いやー、かわいいかわいいぞ。こっち向いてくれないかなと思ってね、ずっとカメラを構えておりましたが、これが限界、時間がありませんでした。先を急ぎましょう。スミノフさん、おっとスミノフさん、時間ですよ。大丈夫ですか。いや、なんかガキ食ってるし、もう
さっきから柿ばっか食いすぎですよ、本当に。というわけでね、ここで、焼き柿を食べてみます。ポン酢をねかけていただいたので、なかなか美味しそうです。なんか身がね結構大きくて、さすが宮島の柿ですね。まあ、なんか先週から柿ばっか食ってる気がするな。ではその先週をご覧ください。二度となんかでもなんかいろいろご当地のアイスクリームあるんでしょ。じゃあこれ何がかかってんの、黒蜜なのかな。ちょっとこれ、わあ、これ黒蜜かと思ったら刺身醤油だ。すごい、いや、めっちゃ濃厚でね、美味しいですね。味が、私にもよこせ。出汁がすごい出る、口の中でね、また噛んだらその出汁がすごい出てね、絶妙に美味しいですね。ありがとうございました。めっちゃ美味しかったです。そりゃ美味しいだろうがよ。ももちゃんというお店だそうですよ。というわけでね、私あの宮島でね、牡蠣をいただきまして、カレーパンも食べて、厳島神社も見てということでですね、それなりに観光してきましたので、ここからは私はトンボ帰りですね、今度は西広島駅まで電車で行きたいと思います。電車というか船に乗って電車ですね。で、西広島から平和記念公園とか通ってね、ちょっとぐるっと回って、帰りたいと思います。ちょっと待って、住野さん、厳島神社映してないよ。帰るの、厳島神社は。ああ、もう船出航しちゃったし、あ、松田行き船の船がまた見えてますよ。あ、そういえば私、申し遅れました、ラノマと言います、よろしくお願いします。ですね、まあ、あの帰りの潮風に吹かれながらですね、ゆっくりと帰ってるわけですが、今後ともよろしくお願いいたします。たまにナビゲーションで出てきますので、私の声、覚えてておいてくださいね。あ、それでは、ですね、私何もかき食ってないんだけどな。まあいいや、帰ろう、お好み焼き食おうぜ。ということでね、滞在時間1時間ありませんでしたけども、宮島満喫いたしましたか。いやもっとゆっくりしてもよかったと思うんですけどね。ゆっくりするかどうかは、あなたの青春18切符やあなたの旅で決まります。住野さんはわずか1時間もいないという、そんな旅でしたけども、宮島を満喫したということで、次の目的地へと向かっていきます。それでは次回もご期待ください。ガキ食わせろ。よければチャンネル登録お願いいたします。住野さん、カキお土産買ってきてね。それではバイバイ。住野チャンネルは西広島駅から広島駅へと歩いていきます。多数の観光名所を立ち寄っていきますが、歩くというか走るというか時間に追われる、そんな旅となります。チャンネルはこのまま行こう、ご期待ください。ではバイオエー。